ごめんごめんごめん。あ、シュさん、トルキーですよ。あ、ありがとう。はい。ありがとう。ここ、チロなんですか？チロ5の試合です。レフトがトムさん、ライトがショタピさんで、レフトバックがどっちかな？ナナミサさんかな？ミサさん。で、レフトバックがナナコさんです。頑張ってください。第3クォーター作成係センターの勝ちました。第3クォーター作成係お願いします。課金はなくなりました、さっきけど、まあ、シラスコアラと次当たります。いいな、でもなくなったんだ。はい、普通に気持ち楽に戦います。勝たんといかない。一言。悪いね。一言よ。特定ですか、ね。うわ。分からないよ。全普通に強い、一番強いと思っとったすごいな。いやいやいや。まだやっぱケイとかあんま合わせれてないですか、まだ。でも練習はそんなしないですよね。いや今日は結構打ててます。はい。バボリンジンどれぐらい？多分初戦でやったチームが初心者が多分。あのビーチ自体があんま経験ない感じっぽかったんで。ユージと次何勝したら一緒？一緒です。次2試合があります。あ、ちょっといいね。まあ上がりが多いだけます。ユージはもう次試合、ね、僕は10試合目なんで多分まだです。10試合目まだある。はい、多分ラストです。いや、でかい。いや普通に思ったより強いなと思ってたチームが負けてますね、チロ。真剣、りょうさんたちはやったん？直接やってない？いや、直接当たってないけど、りょうさんたちが16対13で勝ったところに俺が5対21で勝ったけん、得失点で多分大丈夫やろ。ボボボス。いや、もう俺らみんなガチったもん。あ、そうだ。目血走っとって、普通に課金したから。おぉ、みささん、うまい。おぉ、ナイスあげ。やばいよ、マジ。え、もう負けた？りょうさんたちを引いたら終わるもん、最初に。うわ、ナイスだ。うわー、おー、ナイスだ。いいよ、ピタちゃん。風読んで、風読んで。これやろ、これやろ、これやろ。狙ったもん。おー、ナイスで。次どこ狙う、次どこ狙う。宣言、宣言。え、もっと、これ時間は変えてないです。もうちょいで終わりやろ。はい。もう11時ぐらいじゃないですか。決めたら OK、決めたら OK。まだ10時台ですね。この年までビーチできるのすごくない？現役の時言い方をするから。あ、もうちょい身長あるんじゃないですか、なんかそのめちゃくちゃ上手いところでやっとった人とかやったら多分。ミューたち何試合目する？僕たちですね。最後10試合目です。一番最後です。1試合目は勝ったよ。1試合目ユージローバカ強い。ユージローと当たった。うん、じゃあ勝った。1試合目やろ。ユージローやばい。暴発症バカ強い。気持ちいい。ブロックなかったら強打てるの上げてて気持ちいい。いやちょっとね、樋口さんやったらいいね。樋口さんより身長があれやけど。樋口さんは熱唱できるか。裕次郎の高さなら上から打てるかもしれない。うわ、なんかやだその言い方。ワンタンでいいかもしれない。ちょっと話すよ。俺らね、話し気味で。はい。じゃあ、もぎもぎがいい。もぎもぎの体格やと思う。1年生はユージが一番上がってたよ。誰がっすか？いや、1年生聞いたらいいよって。なんか上がるちょ？龍馬、なんかさ、嬉しいな。龍馬はもう何でも上手いじゃないですか。レシーブも上がるし、ライトストライクの時はどれだけ我慢できるかですね。え、どれだけ我慢できるかですね。我慢して我慢して、ユージロがいつもの不可思議を出さなければ。いやいや、今日調子いいっす。いきましょう。分かったことね。今日、ユージロ調子上げるためにちょっと近くしてから。やっぱりユージ。いや、勝ちますよ。
上げれる気持ち。さっきからニヤニヤしてる。向こうで話した時バカにやけどと。ニヤニヤ止まらん。上げてて楽しい。まあ、問題はまあ次決められるかどうかっすよ。次決められるかどうかっすよ。一本いいのあったら乗るけど。そうですね。いや一本決まれば乗りますたぶん。西日本選抜に入ったのに九州選抜には入らなかった。じゃない。やろう。やばい、何も喋ってない。何も喋ってないです。じゃあ裕次郎一人にしようか。地獄地獄。ナイス上げ。面白い話を。ナイス面白い話とか。裕次郎の元カノ事情。あ、いいね。普通に気になる。ちょっと聞いたんだ。ちなみに今まで何をしたの？二人です。お、え、高校で二人なの？中高一人ずつですね。いいね。なんか中3で一人できたんですよ。その人はすぐ別れて。中学は？高校高一の冬にできたん。ナイス。ナイス。お、ナイス。え、こいつの冬に付き合って高3、去年の10月に別れました。なんか受験でバラバラになるけんみたいな。いや、違います。浮気されました。浮気です。え、お前の浮気？あ、違う、僕じゃないです。向こうが。同じやん、俺も浮気された。あ、前ですか。高校の意外といますよね、なんか別れてすればいいの。いや、間違いないです。幸せな。とりあえずお前向こうが行こうか。今日のチロ日記を見ろ。書いた？いや、ちゃんと書いた。いや、昨日は泊まりたけど時間なかったけど。ああ、今日大会終わって帰ってくる。ああ、食べよう。これ以上聞かれるのだるいな。ちゃんと紹介しとく。ん？ちゃんと言っとく。ちゃんと言っとくってこと。説明する、チロ日記で。いや、でも細かいところは言わんけど。あれが取るかな。新君枠を。え？何ですか？いや、新君枠を誰が取るかな。女子が。ああ。誰も誰も。イケメン。こんなやつ好きになるものしかおらんのよ。シンさん一番イケメンやな。シンさんイケメン。シンさん一番イケメン。なんか裕次郎に言われたら腹立たんの。なんで？なんかバリバリだったんやん。なんで？普通にシンさん一番イケメンやと思う。シンさん、俺鍋一番かっこいいと思う。いいじゃん、シンさんしかかっこいい。あ、それは一理ある。シンさんもかっこいい。ごめん、行ってくるわ。ごめんな、暑いな。あとこれ、あとで見に行くわ。終わったら、あ、じゃあ出てすぐだ。あ、終わりました。あ、何とかですか。10対4ですか。11対4で、21対4で勝ちました。めっちゃ強い。お疲れ様でした。